面白いだろう。このタンスの中にいるのは何者か分かる人はいるかな。マネ妖怪ボガート。その通りだよ、ディーン。ではボガートはどんな姿をしているかな。誰も知りません。いつ来たんだ。携帯模写妖怪で、相手が一番怖いと思うものに姿を変えます。だからとてもとても怖い。そう、その通りだね。幸いボガートを退散させる簡単な呪文がある。じゃあ練習しよう。ああ杖なしでいいよ。行ってみよう。リディクラス。いいね。次は大きな声ではっきりとこんな風にリディクラス。バカらしい授業だ。とてもいい。ここまでは簡単だけどね、呪文だけでは十分じゃないんだよ。ボガートを本当にやっつけるのは笑いだ。ボガートをひどく滑稽だと思える姿に変える必要がある。説明しよう。ああネビル、前に出て。恥ずかしがらずに。ほら。いやあネビル、君が一番怖いものは。スネイプ先生。なんだって。スネイプ先生。スネイプ先生。そうか、みんな怖いよね。君はおばあさんと暮らしているね。はい、でもおばあちゃんに変身されるのも嫌です。いや、そうじゃない。おばあさんの服装を想像してごらん。服だけを思い浮かべて。赤いハンドバッグを持って。声に出さなくても思い浮かべればそれでいい。私がタンスを開けたら君はこうやるんだよ。失礼。おばあさんの服を着たスネイプ先生を想像するんだ。できるかな。じゃあ杖を構えて。1、2の3。ネビル、思い浮かべて。リディクラス。素晴らしいよネビル。いやー最高だ。じゃあ戻って、一列に並んで。一列だよ。みんな思い浮かべて、自分の一番怖いものとそれをどんなおかしな姿に変えるか。では次ロン。集中して勇敢に立ち向かって。杖だ、杖を構えて。リディクラス。よーし、見たかい。いいね、実に素晴らしい。いいね、ロン、よかったよ。じゃあパーバティ、君の番だ。さあ何かな。杖を構えて、ほら。リディクラス。よし次。さあ前へでね。素晴らしい、とてもいいよ。さて、すまなかったね。今日はここまでとしよう。みんな教科書を忘れずに。授業はこれでおしまい。すまないね。名残惜しいがこの辺で。